ジ・アメリカンズは元 CIA 職員のジョー・アイズバーグによって創作されたアメリカ合衆国のスパイスリラードラマである。2013年から FX チャンネルで6シーズンにわたり放送された。夫婦関係を中心に描くシリアスなファミリードラマであるとともにスパイスリラードラマでもある。1980年の SDI を推進したレーガン大統領時代を舞台とし、 ソ連がアメリカに潜伏させていた、モグラと呼ばれる、スパイの夫婦を中心に描く。夫婦は国家によって、結婚を命令され、身分を偽装して、ワシントン DC の郊外である、バージニア州北部に住み、二人の子供を設ける。だがその近所に、FBI 局員が引っ越してくる。2020年1月4日の時点で、日本では、ジ・アメリカンズ国費潜入スパイのタイトルで、全シーズンを、 a m Amazon ビデオとフールーが配信し、20世紀、フォックスホームエンターテイメントジャパンが DVD を発売している。一時期はネットフリックスにおいても、ジアメリカンズのタイトルで配信されていた。ネットフリックスとフールー、Amazon ビデオ及び DVD など、その他の媒体では、固有名詞などの日本語表記が異なる場合があるが、本記事においては、ネットフリックスの表記を優先する。 1981年、KGB 工作員であるエリザベスとフィリップのジェニングス夫妻は長年普通のアメリカ人夫婦を装って潜入している。夫妻は現地で二人の子供ページとヘンリーーまで儲けているが、子供たちは両親の正体を知らない。近所に FBI 防具用部員であるスタン・ビーマンが引っ越して来て、ジェニングス夫妻の友人となり、 ソ連大使館で働くニーナを脅して情報提供者とする。ジェニングス夫妻の心は祖国とアメリカ合衆国の間、そして任務と夫婦愛、家族愛の間で揺れ動く。ソ連によるアフガン侵攻、アメリカでのイランコントラ事件、ステルス兵器開発が背景に描かれる。同様に子供を持つスパイ仲間の夫妻が残殺され、ジェニングス夫妻は 家族の将来を案じる。ページは、教会活動にのめり込む。フィリップは、スタンの FBI の同僚のマーサと秘密裏に、結婚して、情報提供者とする。スタンは愛するようになったソ連大使館内の、情報提供者ニーナを見捨てるが、夫婦仲は崩壊する。1982年、ソ連によるアフガン侵攻、南アフリカでの反アパルトヘイト運動が、背景に描かれる。 KGB は、ページをスパイにするようジェニングス夫妻に迫り、フィリップは抵抗する。フィリップとかつての恋人の間の息子が兵士として、アフガニスタンにいることがわかる。スタンは同じく、ニーナを愛する KGB 要員オレグと協力して、ニーナを解放しようと努力する。ページは、両親の秘密に気づいて問い詰め、真実を知って苦しむ。マーサは、 FBI 内に仕掛けた盗聴器が発見されて窮地に落ちる。ザゲーアフターが放送されて話題を呼んだ1983年を舞台とする。ページは敬愛するティム牧師に両親の正体を話してしまい、ジェニングス夫妻は当局に報告されないよう苦心する。スパイ活動が露見したマーサは KGB により、密かにロシアに脱出させられる。上司のギャドは、 責任を取らされて解雇され、後に KGB に殺される。ジェニングス夫妻は生物兵器を持ち出す任務で思わぬ危険に遭遇する。スタンは離婚して息子マシューと同居し始め、ページはマシューに接近して FBI のことを探ろうとする。ニーナはソ連で処刑される。オレグは両親の過酌から、 アメリカの生物兵器を盗もうとするソ連の試みをスタンに漏らして阻止する。1984年、家族の問題が主人公たちを悩ませる。ページは両親の秘密を隠すことに苦しむ。成績の良いヘンリーは全寮制の名門校を目指す。ジェニングス夫妻は自分たちが持ち出した生物兵器をソ連がアフガニスタンで使ったと知り苦悩する。 夫妻はソ連からアメリカに亡命した一家に近づき、帰国させようと揺さぶる。フィリップの息子ミーシャは父に会うために、アメリカに入国するが、ガブリエルに説得されて帰国する。ガブリエルが帰国し、夫妻も子供たちを連れて帰国することを考え始める。帰国したオレグは、食料流通の不正を正そうとし、有力者によって妨げられる。KGB は、オレグとスタン、 ニーナとの関係を疑う。CIA は、スタンとの関係をてこに、オレグを脅して協力者にしようと図り、オレグとの友情を重んじるスタンは抵抗する。1987年、ゴルバチョフトレーガンの軍縮サミットが行われる。フィリップは、スパイ活動から身を引き旅行代理店経営に、専念するも、ビジネスは、思わしくない。ヘンリーは、工学の全寮制学校に行き、 ページは大学に通いながらソ連のスパイとして教育を受ける。ソ連内はゴルバチョフの進める改革と軍縮をめぐって割れる。エリザベスはスパイ活動で多忙を極め、ハンゴルバチョフのグループから指令を受けて動く。オレグはゴルバチョフを守るために妻子を置いてアメリカに行き、フィリップに接触してエリザベスを監視させる。スタンは防御用活動から離れているが、 かつて雇ったソ連内の協力者と同僚の FBI 局員を殺されてジェニングス夫妻を疑い始める。エリザベスは自分がハンゴルバチョフの手駒だったことを知り仲間に敵対して軍縮交渉を守る。オレグは FBI に逮捕される。スタンはジェニングス夫妻の正体を知って追い詰めるも夫妻とペイジを見逃す。夫妻はソ連に逃げペイジは途中で離脱して アメリカにとどまる。スタンは何も知らなかったヘンリーの面倒を見る。ネットフリックスでの放題と、その他の媒体での放題が異なる場合、以下ではネットフリックスでの放題を先、その他の媒体での放題を後に示す。ありがとうございます。